パイレーツオブカリビアンコラボです。一応最初に報酬全部見ておこうかな。海賊の財宝、スケルトンキー、レベルアップ、スカル&クロスソード、レベルアップ、チビックラー剣、呪われた後悔、ロード画面かな。ジャックのカットラスト破滅、ジャックのお宝ボトルシップかな。ジャックのコンパス、バナーアイコン、スパロー走り、ジャックスパローの剣、海賊の笑み、土入り瓶、呪われたジャック・スパロウ、スケルトンだな。うん、海賊の財宝、これで一周したかな。まあこれらの報酬がもらえますってところかな。で、一番最後にもらえるのがジャックの船、グライダーかな。うん、海賊船なのか幽霊船なのかといったところかな。はい、まあ終了するか。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。